い、どうも、ジャケンジです。本日なんですけども、福袋企画第2弾というわけでね、ついにスニーカー100万袋開けていきたいなと思います。はい、まあ今回もね、引き続きゲストのクロとね、一緒に撮っていきたいと思うんですけども、よろしくお願いします。前回は結構良かったですね。最初が確か2000円ぐらいプラスで、あとはなんか33ぐらいプラスだった感じですかね。33ぐらいだったっけな。まあそれ考えると僕10万円の袋の方がなんかいい気がしますけどね。マイナスがないだけいいかなって本当に思います。やっぱりね、福袋って名前は良かれども、普通に在庫処分なんでね。ね、本当はね、200万とかね、あったんですよ、一番最後200万。でも200万はさすがに車買う、200万はさすがに車買うし、全部買ったら360万ぐらいでしょ。俺欲しい車ちょうどそんぐらいだしね。もうそっち買いたいしね、普通に。まあでも今んとこマイナスがないから、動画のネタとしてはもう本当に神企画ですよ、これ本当にね。とりあえず100万円ね、行ってみたいなと思います。これ持ってくんのマジ辛いんだ。あっ、あー、はい、というわけでね、今回ビバチュージャパンね、引き続き100万の袋を開けていきたいなと思います。マジ腰が痛い。どんだけスニーカー入ってんだろうね。まずこちら、バーン、白鷹110万円ですね。110万円、10万円の消費税ってやばいだろ。消費税でだって好きなやつ買えるでしょ。何が入ってるか、さあ行きましょう。わーお、これやばいね。まずじゃん、これじゃん、もう半分いってない、やっば、入ってますね。オフホワイトシカゴエアージョーダン1。え、めっちゃ状態いいじゃん。さっきあんなに在庫処分って言ってたのに。やばくない？これいくら？これ50万ぐらいしない？これ27.5、70万。69.9999円。やば、とりあえず暫定70万。やばいよこの袋、やばいやばい。2足目じゃん、こちらダンクのやつ。じゃあいきますよ、中身の方。こちらからのフェラーリ、何これ、わあ、ベアブリックですね、これ。これは初ですね、ベアブリックダンク。これは2、3万じゃない。27.5で31,500円。まあ3万円ですね、これ。ちょっとね、シカゴ来たばかりだからね、ちょっと贅沢な悩みですけど、まあまあまあっていう感じですね。どんどん行っちゃいましょう。え、すごい入ってるよこれ。はい、じゃん、パーポーボックス。これね、俺アトモスエレファントだと思うよ。アトモスエレファントだと思うけどな。じゃあ行きますよ、じゃんからの、じゃん、違う、シカゴですね、シカゴダンクですね。これいいね、アトモスエレファンかと思った。これ6万ぐらいじゃないですか。64,800円。うわお、まあ、でも100万だからね、結構さっきのエアジョーダン1が強いですね。数多いからね、バシバシ行きたいなと思うんですよね。えぐいのありますよ。これなんだろうな、じゃん、エアフォース1の箱っすね。僕の予想はキスフォース1だと思ってる。まあ言うてさっき入ったしね。いきますよ、じゃんからの、じゃん、あ、キスフォース1っすね。もうなんか箱で分かってきたわ、なんか。こちらさっき8万ぐらい、7万ぐらい、7万ですね、7万。なんかもう100万の袋だと驚かなくなってきましたね。前回のシュプリームとかだとさ、やっぱりどんなの入ってんだろうみたいなのあるけど、大体スニーカーって相場が分かっちゃうじゃん。やばいのあります、本当にえぐいのある。はい、じゃん、これね、ティファニーボックスですね。じゃあこちらもね、開けていきたいなと思います。じゃん、あ、懐かしい。これなんだっけ、これちょっと前に出たよね、これ復刻したやつ。これね、俺欲しかったやつですね。ありがたいですね。最初は出たての頃はなんかそんなに欲しかったわけじゃないんですけど、復刻というわけでね、じわ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 後から欲しくなったってモデルですね、これ。これ嬉しいわ。古いスニーカー入ってるのってすごい嬉しい。大物次いっちゃっていいですか、自分。こちらになります。じゃーん、この箱、わかりますか、これね、トラビスです。で、これが、ローかハイかで値段が大きく変わりますね。さあ、どうなるか。じゃーん。あ、ローですね。まあ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 、ローだと10万ぐらいするんじゃないですか。27.5で15万。え、ローで今ロー15万。え、嘘でしょ、ガチやん。めちゃガチですやん。何、今そんなすんの、びっくりしたわ。で、あとスニーカーね、だってまだいっぱいあるよ。あと5足はある、5足。はい、またこちらマルチカラーボックスやん。いやー、なんだろう、気になる。いっちゃいますか、いきますよ、じゃん、おん、え、マジ？これあれだよね、最近出たやつでさ、めちゃくちゃ高いやつだね、これ。なんかどっかのショップとのコラボのやつだよね。これやばくない？大体だって12万から15万ぐらい。12万だとしてもえぐくない？でもこれ普通に持ってなかったから俺のコレクション入りですわ。やば、引いてる、ガチやん、やば、声出ねえよこんなの。え、今だってもう100万、110万超えてるでしょ。え、200万買っていい？
はい、続きましてこちら、これはね、もう見たらわかる、アンブッシュだっけ。これ開けますね。これね、最近発売された黒いやつだと思う。こちらですね、じゃん、ハイカットアンブッシュのコラボのスニーカーになりますね。これかっこいいね、実物見ると。これウィメンズかなと思って、あんま欲しくないなと思ったんだけど、こう見るとめちゃめちゃかっこいいね。レザーじゃないんだけど、レザーの光沢みたいになってるし、紐がこれめちゃめちゃかっこいいですね。これいくらぐらい。 27.5 で6万2000円。おー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 、 A のだって、もうこれ勝ちすぎじゃない。はい、続きましてこちら、じゃん、これはもうパラっすね。わ、これね、ブラックです。ブラックの方です。これ、これいくらだっけ。79,000円。まあ約8万ですね。はい、続きましてなんですけども、こちら、じゃん、イージーです。あ、これあれです、最近発売された、じゃん、赤黒っすね。これは確か4万ぐらいですかね。これ27.5で3万9000円。4万ぐらいですね。これ最初に行くべきだったね。まあ、なんかまあ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 みたいな。あとはもうボーナスゲームですかね、どんなに飛行が。ラストね、2足なんですけども、じゃん、酒井ですね。酒井いいな26.5 っすね、これ。何の境だろう。ブラックだったら大勝ち。あ、これは、出たー、バッタこれいくらだっけな、これ。僕持ってた気がするんだけど、これだけ持ってないのかな。いくらぐらいだろう、4万5万ぐらい。いや、これ 6.5、今見たら、モノ株で8万円だけど。モノ株それちょっと高くない？まあ大体6万ぐらいでしょ、これ。6万にしとく。はい、そして、ね、最後です。最後、もう大勝ちにも程がない。20万ぐらい買ってない。もう大体140万円ぐらいです。もう30万買ってますやん。強すぎない？俺もう一箱買っていい、ガチで最後の箱はこちら、じゃん、また酒井っていうね。もう尺考えろっていうね。最後ね、何が出るか。あー、最後強いの来い。え、あんま高くないやつブレーザーのミッドですね。そんな高くないですね、これ。2、3万じゃないですか。6.5。あ、これ 7.5 っすね。 7.5 だと、それ4万4千円。そんなすんの。最終売買額が4万3500円。あー、4万4千ぐらいなんですね。じゃあ、はい、こちら最後、なんかすごいあれな終わり方をしてしまいましたけど、こちらじゃん、入ってましたっていう感じですね。はい、という感じになりますけど、皆さんどうですか。え、これどこで利益取ってんのお店潰れちゃう。お店は潰れるよ、これ。まあまあまあ、中身に関してなんですけども、計算がちょっとどうなのか分かんないですけども、本当にシカゴって今そんな値段するの。ああ、でもホワイトあれですね、海外とかだとそんなに高くないですね。まあ今んとこなんですけども、ストック X の価格で言うとかなり低くなるかもしれないんですけども、国内相場だとかなり得してる感じですかね。これはえぐいっすね、正直。っていうか、俺もう一箱買っていいっていうぐらい感じですね。オフホワイトの値段で結構動くかもね。だって半分だもん、140だから。これが30万とか下がっちゃったら結構な振り幅があるから、なんとも言えないよね。モノ株とか見ても、シカゴ 27.5 だと最終取引は50万ですね。70万はちょっと言い過ぎましたね。これはやりましたね、豊見せですね。だからこっから20万減ったとしても、大体どんぐらいのプラス、123万ぐらいか。まあまあまあ、そんな感じですかね。ちょっともしかしたらボンミスがボコボコあるかもしれないですけども、まあ10万から20万ぐらいの得はしたっていう感じですかね。これさ、俺200買うべき。お得さで言うと買うべきじゃない、これ。ねえ、これは買うべきなのかどうかはね、視聴者の声を聞きたい。あまりにも買ってくれっていう声が多かったら、200ギリギリだけど買ってみようかなって思います。車の話どこ行ったんですいや、だって現時点だったら得やん、これ。いや、お得。とりあえず視聴者の声を聞いてやっていきたいなと思います。あ、みんなで買わせましょう。いやいや、最悪だろなんかね、視聴者プレゼントしたいよね。おお、何する。たけんだ、全部全部高い。動画にするだけマイナスになるやんねまあでも全部売ればプラスだから、なんか1足や2足あげてもいいなって思う。およし、僕決めました。現時点で全部を売ったら、まあそこそこプラスなわけじゃないですか。だから半分という気持ちを、半分じゃないけど気持ちを込めまして、今回ね、こちらのシカゴダンクをプレゼント企画に出したいと思いますシカゴダンクっすね。シカゴじゃないっすよ。オフホワイトエアドーダンはシカゴじゃないっす。じゃん、はい、こちらのシカゴダンク、これをね、あげます。誰かにあげる。こちらの応募方法なんですけども、概要欄の方に記載しているので、そちらの方をチェックしてみてください。新年からお裾分けっすね、これ。いやー、だいぶ、いや、もう結構僕勝ってますんでね、もう今回。いや、でも200はでも嫌だな、普通に。次なんか俺の名義じゃなくて誰か別の名義で買う。いやいや、無理無理、領収書取らない、領収書取らない
全然領収書通らない、それやると。まあまあ視聴者の声で200万の服を買うかどうかは決めたいなと思います。とりあえず100万の服に関してはこちらのシカゴダンクを抽選で1名様にプレゼントしたいなっていう感じになります。ぜひねこちらのモデルをね入手してみてくださいという感じで、ね、今回の動画終わりたいなと思います。この動画いいなと思って参考になったと思ったらグッドボタンのチャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じで今回の動画終わります。じゃあねバイバイ。